秋田の酒美酒爛漫がお送りするラジオ寄せ今夜も満席。私たちの暮らしのあちこちにもっと仲間が増えたらいいのにと思います。美酒爛漫。分け隔てのない子供の自分とは違って、大人の気楽な友達、仲間、年や仕事、趣味なんかでそれぞれの形があるようですが、つかず離れず付き合えて、いつとはなしにバカ話を魚に酒を酌み交わす酒仲間のように、いろんな仲間作りをやればいいと思う。気楽に付き合える仲間が増えるのは、人生を忙しくも豊かにする。美酒爛漫。皆さんこんばんは、大沢ゆりでございます。ただいま流れておりますこのお囃子、寄席ファンの方なら聞いたことがおありと思いますけども、漫才や漫談の方々が高座への出の時に使われます楽隊という出囃子でございます。今晩のラジオ寄席は先週に引き続きましてですね、漫談特集パート2をお送りすることにいたします。漫談の形あれこれと題しまして、現役で皆様おなじみのいろんな方の漫談をお送りしようという趣向でございますが、今日はまず先週に引き続きまして出ていただいております六番さんです。よろしくお願いいたします。そうですよ、もう2週にわたって皆様にねこの美声を引かせして、ずいぶん苦しんでのたうち回った方が多い。その後は美酒爛漫で一服していただきたいねえ、とはの眠りについてほしいこう思いますね。それか何を言ってんですか。それから漫談生活25年、はい、この間先日コンサート、漫談コンサート1時間半しゃべりっぱなしだったという大したもんですね25年ねえ。この間はマムさん、まあ、過去の方といいますかね、亡くなった方の漫談などもお楽しみいただいたんですがね、漫談というのはやっぱりあれですね、マキさん、はい、いろいろ形が決まってない。そうですね、もう自由自在でね、だから新しい形を作ればいいわけでね、これから若い人たち大勢やってもらいたいですね。だからマキさんなんて新しい形を作った漫談、そうですね、あれは何かヒントがあったんでしょ。もちろん僕の師匠の牧野秀一のアイディアがほとんど、ね、そうだ、なんかお前持って出ろって言われる、うん、そう、まあ、じゃあ日蓮宗の内輪太鼓でもよかったんだ面白いねあなた荒々しいよ。この方来るとね番組長くなってくるんですよまともな話できないんだもうでもスポンサー6ラボじゃね酒でしょ。牧さんもほんとね酔うと悪いんですよ本当に。女の子ばっかりね今ね漫談の話してる。漫談似たようなもんだね。漫談じゃないのねもう何万飲んでるね三遊亭歌夫さんなんか占い漫談とかね、うん、それから中国漫談なんか清水さんって方なんか中国語で漫談やる方、そうですね、いろんな方がいらっしゃいますけどね、モノマネ漫談もモノマネ入れながらこう漫談をしていくというね方も随分いらっしゃいます、佐々木勉さんとか酒井進さんね、うん、はい、このお二人の漫談ちょっと続けて伺ってみましょうか。山形勲さんって俳優さん、一時東映で敵役専門の俳優さん、いい声してますね笑い方が。そうか、お前という女はいつもそういう女だいやーさすお腹の底からにじみ出るようなね。そうかそうか、おみこお前という女まあ僕がやるとちょっとにやげてますけどね、やっぱ厚み清さんこういう笑い方できないもんね参ったよって、まあ、こういう違いがありますけどやっぱりこう夢のある声ってのありますね。丹波哲郎さんなんかにしてもいい声してますよ。で丹波哲郎さんって興奮してくると語尾が何言ってるか分かんなくなってくるんです。ものすごい迫力、相手の役者さんが圧倒されるなんて。あなた仲いいか知りたい、しかしそれするぞ最初はめなくてかってかって何言ってか分かんなくなって求めてくれない感じですけどねまあこういう声 の, いい人ってのはやっぱり羨ましいなと思います。飛行機なんか乗りましてね、機長の挨拶ってのは機内に流れてくるんですが、機長の声別にこう音質的にはそんなに素晴らしい声じゃないけれど、なんとも言えないこう落ち着きのある感じですね。飛行機は上空に上がりますね。そうするとしばらくしてからこう機内に機長の声が流れてくるんです。
本日も東京をご利用いただきましてありがとうございます。これ雑音がうまいことをして聞こえてくる。当機は羽田を離陸いたしまして、ただいま上昇を続けております。高度18,000メートルで水平飛行に移ります。福岡到着は12時半を予定いたしております。短いお時間でございます。なお向こうの天候は晴れと知らされております。どうぞごゆっくりお聞きくださいませ。もっと僕の声がいいからなんです、これはね。いや、でもそれにしてもね、落ち着きのある声です。安心して乗ってない飛行機、もしこの機長の挨拶ちょっとまあ喘息気味でそれでちょっと病的な声だったら、それはもう不安で僕ら乗ってられませんよ。気象室からの挨拶でございます。ただいま当機は羽田を離陸することはさせていただきました。多分飛んでいることと思うんですけれど、言わっちゃったな。3日前退院したばかりで操縦をしばらくやってなかった、忘れましたって、これじゃねえ、やっぱりやっぱ落ち着きのある、本日もこの声がいいんですけれどね。車掌さんだってね、あれいつもぶっきらぼうでしょ。早速で恐れ入りますが、結構拝見なんてパチンってやるだけなんです。あれだってね、一日車掌ってね、タレントさんがやればいいんですよ。例えば藤山甘美さんあたりが車掌やると面白い電車になるよ、あれだって。今は山中、今は浜、今は鉄橋渡るぞと。早速でお連れ入りますが、どなたか切符を拝見させていただきたいと思います。大鳥圭介さん、あなた切符をお持ちですか。なんでございますか。切符なんか持っておりませんよね。耳へり心で恥ずかしいでございますよ。聞いてる方が恥ずかしい。すいません、美川さん、あなた切符をお持ちですか。こんばんは、三河です。そんなこと聞いてないでしょ。切符をお持ちなんですか。お見せする前にお金をちょうだい。切符見てお金取られたらかな。すいません、鶴田浩二さん、あなた切符をお持ちですか。これなんですか。これ1週間前の切符でしょ。古い切符だと思いでしょうが、古い切符でも値段は同じじゃござんせんか。あかんねん、あかんねん、そんなあかんの。誰も切符持ってへんのかいな。すいません、美空ひばりさん、あなた切符お持ちですか。見えます、僕の唇。唇だけ見ててくださいね。この下の唇ビローっと広がってね、これが左右に動くの。35周年見たでしょ。僕の唇だけ見ててね、他のとこ絶対ないように。唇から上見るとね、杉良太郎に見えますから。誰双眼鏡で見てんの。ねえ、前の方が佐々木勉さん、それから今の、ね、方が坂井勉さんですけども、いや、おかしいですね。ね、やっぱりこのモノマネ入れながらこう話進めていくっていうのはね、大変ですよ。モノマネができて、そして間をつないでいく話が面白いから、そうね、受けるんですね、これはね、うん、このアイディアとこのテンポというか ね、それなんとなく引き込まれていっちゃうというかね、これはあるね。佐々木勉さんは浅草で修業して、それから坂井勉さん、先日芸能生活20周年、随分そうなんですよね、彼は長いんですよ ね、関西でやっててね、僕が関西行った時にね、僕に憧れてね、それで東京出てきた。マクさんの事務所で今ね、一応だから東京の僕が師匠なわけ。あで、大阪では川上昇さんがね、師匠なの。じゃあ東京来てから芸風は変わったということか。だいぶ変わりましたね。マキさんも、まあこうやれああやれっていうこともあった。それはね、教えないけど、やっぱり盗んで、やっぱり芸は盗むもんだからね、だから時々ね、僕の似たようなことやりますよ、彼は。今度楽器を使った漫談、盆栽とさ、トロンボーンから最後には、
万国旗出すというね。そうそうそう、あの方はちゃんとしたあのソロリストでね、おお、ミュージシャンですよね。それからあの畑昇さんって何でも、うんうん、ごぼうでも人参でも穴開けてね、けてね、うん、ゴムホースでもというね、奥さんも穴開けて吹いてるから、ね、いい音しなかったね逆に向こうは塩吹いたって久保園さんって言うんじゃないですか何を言ってではあのその畑昇さんの尺八漫談をねちょっと尺八だねあんなもの吹くな皆様方がご存じない点と言いますと、この尺八でも7つの節からできてるんです。これ 1,2,3,4,5,6,7 と、これを音楽用語で七不思議とこういう全部これ名前ついてるんですよ。一番この上の節をこれを恵比寿節という、2番目を大黒節、弁天、毘沙門、蛇郎寺、袋寺、一番この太いところこれを布袋という、したがってこの尺八を吹く人を七福神とこういうんですわかるね。いろんな形があるんです。これがまあ普通の形、尺八も横の方からも吹けるんですね。次は根元の方です。非常に親しみのある音ですね。次はこの私が吹いておりません形ですが、普通の形を今度はこの裏側の方から吹いているわけですね。この型を裏線家と、はい、しかしいい音するでしょ。これは普通の竹なんですよ。あの物干し竿と材料は同じものなんです。なぜこんないい音色がするかというと、この音の出るところ、ちょうどこれ竹の根元のところ、スバッ、こっから先が根っこだからいい根が出る。古いやつ、驚いたね。でも楽しい家だね。畑昇さんはあのヨーロッパで、なんかその金芸のコンクールで優勝したという大道芸でね。大道芸で、うん、世界本当に回ってきますね。あれとね、早野凡平とね、うん、マルセ太郎ね、あのツバメの曲芸やる、あれはほらちょっとラジオでやりにくいからね、ツバメの曲芸あれ見にくい。でもあれでね、びっくりした。しかし早野凡平は大変だったって言ってたね。帽子でふんふんはほんほんじゃまほんじゃまでもあのね、その尺八ね、何でも吹いちゃうというあの畑昇さんが受けたって言ってたね。でしょうね、あれはもう日本人らしいアイディアで。そう、あれは傑作だな。面白いですね。お二人ともその盆栽さんも畑昇さんもやっぱりバンドマン出身だったということですけども、今度は和楽器で三味線も使ったというんで、まあ、先週はあの三木松さん、先代のですね、三木松さんの伺いましたけども、はい、柳屋市長さんと、それから宮古屋加勢師匠ですね、川橋のお友達、川橋のお友達ちょっとお二人の聞いてみましょうか。民謡の方の発声というのは声をもう惜しげなく出してますな。気持ちがいいくらいですね。うわーいってこういう感じでございます。で、ああいう間抜け、いや間抜け、ああいうその発声というのは我々にはないんですね。ですからあのひとしきりね、そのいい証拠があるんですよ。三橋道也って方がね、全盛期ですね。あの方はまあもう民謡の出なんですけどね。で、道屋佐野さんって歌ってましたな。で、私なんかあの佐野さんというのは教わる時点でいつもまあどっちかっていうとしんみりと四畳半情緒、出る声をなるべくこうセーブして歌うところに値打ちがあるんだよなんて言われましてね。ですから、なんだなんだなんだねえ、あんな男の一人や二人欲しくえ何も声じゃ聞こえませんけどね、なるべく出さない三段押す、それがなんとなく情緒につながってくるって言いますけどね。あの三橋道也って人がね、全盛期にあの素晴らしい声でもってやっぱり佐野さん歌ってましたよ。四畳半情緒の佐野さんをね、三味線の伴奏じゃ間に合わないってんでもって38人ぐらいのオーケストラが後ろでずらっと並んでね、ドラムのソロかなんかが入って聞かせてねってやってましたけどね、ああなるとちょっと四畳半って感じじゃないね、十畳半、次の末期でも間に合わないんじゃないかと。で、歌の文句聞かせてね、今夜はしみじみ本当のことをって、あんな大きな声で言われても返事のしようがないんじゃないかと思います。
今日はその佐野さというのを最初に2つほど陳列させていただきます。歌っていうものはやっぱり私自分で作ったんですけど、人間幸せの絶頂の時には何にもできませんね。ただそこはもう苦し苦しの快楽が通り過ぎていくだけで、本当に我を考え、そして明日を考えるというのは人間何か失望のどん底にある時でございます。私も十数回目の初恋に敗れていた時にできた寒さでございます。では続いて2コーラスお届けしていきます。書き上げる恋の遅れ寝に起きるよりも辛い今夜の切れ諦めて諦めきれない目に涙女が強くなったんじゃないの。この頃の男は育児がなくてだらしがなさすぎるの。何のために女にないもの2つぶるさげてるんだ。またねえ、もう一つ気に入らない言葉がありますね。我々が女としては女性上位時代とんでもない。日本で女性上位なんてそんなくだらないことがあなた通用するはずがないんだ。だいぶ前から男女同権ということを日本でも叫ばれているんですよ。それすらもって今日に至るまであなた実行されてないじゃありませんか。なぜならばここに未亡人ができた場合と未亡男ができた場合、いいですか、未亡人と未亡男ではね、尊徳の開きがこんなにあるんですよ。その証拠に女の独り者なんて言います。あの女御家さんだよと言うでしょ。男の独り者、ああ、あの男やもめだよ。ほら、そろばんの上で三つ損したら御家とやもめだから。これだけだって私は腹が立って我慢できない。この挙句に再婚する場合ですよ、差がついちゃうのは。殿方は再婚なさる場合は必ず亡くなった奥さんか若いの持ちますね。死んだ奥さんか当も十五も上だなんて一緒になりっこない。ところがこれを世間ではね、素直に男の場合は認めてくれるんですよ。まああの旦那奥さんに亡くなられてお気の毒だと思ったらね、ちょいと今度の奥さん綺麗ね、え、綺麗もいいとこだ、どうして、あら、そんなに前の奥さんか十五も若いの、道理で張り切ってると思ったわ。あの大将、まあまあ旦那様、この度はおめでとう存じます、どうぞ幾久しくお幸せにと言って祝福の言葉を受けられるのは、これは男の得なんですよ。女はこうはいかない。女は資料が深いから散々に考えた挙句に再婚する場合、もしもですね、亡くなった亭主よりたとえ一つでも二つでもあなたね、若いのを持ってごらんなさいよ。世間で何て言うと思います。ババア色気づきやがって若い亭主さん。何が男女同権だってんだ本当にもう。男女同権であるならばこれも五分五分に認めていただいて、どうぞ幾久しくお幸せにと祝福をされてこそ初めて男女同権というものが成立するんでは、なかろうか諸君。そうなると諸君と、まあ、女の場合は必ずこれを言われるんですよ。これを言われるのが嫌なために私もこうやって二十何年間未亡人生活を続けているんだけれども、まったくもう腹が立ちますね。しかしこの頃はくっつくのも早いけど離れるのも早いですね、昔と違って。まあこの離婚ということについてもいろいろ研究してますがね、さてこの個人差があるから離婚の原因もですよ、男の方がいいのか果たして女の方がいいのか、どちらがいいか悪いかということはここで断定できませんね。これからお手もやんの替え歌では男の歌と両方歌ってみますよ、女の歌と。どちらがいいか悪いかはお客様方に判断していただくとして、まずこの歌の文句を聞いていただきましょうか。
高崎にゃこやかてんしょ6年前ぐらいのこれね録音だったんですけど、ちょっと今お体具合悪くなっちゃって、うん、これほどの迫力ないですけどね、うん、でもやっぱりあれでしょうね、あのこういうのでね残ってて我々聞いてて懐かしいっていうことで ね、やっぱり早くまた元気な声聞きたいけど、まあ、どうもいかないでしょ。ノミラドでもね、金曜日は頑張っていらっしゃるけど、なんとか随分悪くしたなんか帰りかけに階段突き落としたお茶には毒入れるね人生、毎日が新たな出会い。だからこの喜びを胸に素直な気持ちで生きていきたい。美酒爛漫一杯どうです。気軽に声を掛け合えば、毎日が出会いという名の人生の旅の始まり。いつどこで誰がなぜ何かをしたのか、するのか、どうしているのか、いつも曲がり角の人生の最中にあっても、所詮人間は人間が恋しい、人恋しいもの。そこに毎日の新たな出会いの喜びが。だから手応えの時間は美酒爛漫、熱い心、朗らかな出会いの一杯です。美酒爛漫、秋田のお酒、美酒爛漫がお送りしておりますラジオ寄せ、今夜も満席。今晩は漫談特集パート2、漫談の形あれこれをお送りしておりますがね、牧真嗣さんと毒豆サンデーさんにお話を伺っておりますが、何も楽器を使わないで喋るという、うん、宮尾隆さんとか、はい、からケーシー高見さん、焼き鳥屋のね、弟みたいな、こうね、白衣着てね、いつも頑張ってるようですけど自分じゃいいと思って、あれは一丁だと思って、でもあれ衣装はいらなくて楽ですね。いや、あれも結構おしゃれだよ、ケーシーさんって。オーダーだよね、クリーニング出してね、うん、オーダーしてピタッとしたの着てますよ。それでね、楽屋でもね、結構ね、下着でもいいの着てたりね、で、顔が汚えだろ汚いよ、あれは。この世のもんとは思えないね、あれは。日大行ってたんだ自分は大丈夫だ、ね、人のこと言えるかって言ったらどうせ聞いてないよそれではね、宮尾隆さんとケーシー高峰さんの漫談をね、続けて聞きましょうか。お正月が近くなります。着物を着たらせめて内股にしとやかに歩いてくださいね。本当にお願いしますよ。着物を着て本当に中身が良くなきゃいけませんよ。しとやかに、昔のお母様方はだって内股に歩いたでしょ。風がファーッと着物の前をめってくと、本能的に着物の前をパッと押さえました。これから先はお父ちゃんの預かり物であるという責任感が。今の奥さん、ご覧なさい。着物着たったって更年期障害で血圧が頭に上ってるから、下唇突き出しだから肩で風切ってる。着物なんか着たことないから帯が緩んでくるとお腹の皮と一緒に持ち上げたいな。この辺ポンポンと叩いたよ。どこかで見たような奥さんだなと思ったら、北の海そっくりの奥さんがいたよ。風が吹いたって前なんか抑えませんよ。いいじゃないの、吹くもの吹かせときゃ。明日明日の風が吹くもの、別に変わったもの持って歩いてるわけじゃねえんだから。その後ろでたくさんの荷物を持たされたお父さん、骨と皮ばっかり、栄養分の全てが全部奥様に補給しちゃった出し殻が背広を着たよ。荷物の重みと黄昏の風に吹かれながら、右次第にさまよいながら、その行く末は定かではない。あははじゃないの、荷物持たせてもいいから、言葉一つの思いやり、あなた思いでしょ、これですよ、あなた思いでしょ。思いやりってのはこれから始まるんですよ。荷物持たせる奥さん言うもんかんの、何するバティーかバティーよ、ヘイレッツゴー。何がレッツゴー。来年はぜひ皆さん思いやりの春を迎えようじゃありませんか。今地下鉄へ乗ってまいりました。そうしたらシルバーシート、お年寄りのおかけになるところに若いやつが平気な顔して踏んどいかい。そうしたら途中から老夫婦の方が乗ってきたら、さすがに見かねたんでしょうね。そのあんちゃんがパッと立ち上がって、おじいちゃんおばあちゃんどうぞ一言笑みを添えてやりゃいいのに、肉肉しげ、おじいちゃんおばあちゃんどうぞ、あなた方の指定席だよって言われた時、おじいちゃんおばあちゃん寂しそうな顔をして、ありがとうございますとおかけになって、顔をファッと上げたら、地下鉄の中吊りのポスターが目に飛び込んできました。それを見たらまた寂しそうな顔をしました。いつの日か富士に帰らん、あなたも富士霊園へ急いでどうだろう。なんでシルバーシートの前に墓地の宣伝をすんの。思いやりがないよって文句言ったら、しょうがないですよ、広告ですから。一番身近な購買層の目の触れるところに、そんなことして儲かってんのだったら不景気ではかばかしくない。でもぼちぼち売れてるってくだらねえこと言ってました。とかくこの世は、なんで拍手してんだこのバカ系。
ランマンの社長なんだ出てこいよのバカや社長ちょっとまだ騙して刑事今日はあの会館のこけら落としでお客さんは二十歳代の娘張りだって言うから喜んできたらなんだこのざま前なんか団体でほら整理上がったバサマばっかりだよどこのよりによってなんで年寄りばっかり来んだここさまず座ってるのなんか見ろよ楽しみも何にもないかかったよいやいやいや長い間ご苦労さんないやは金で何金で大不安だってこらら嘘つきやがってそれ改めてようこそお出かけいただきましたあんまりから鼻水出てくるだったな何も着てるからほら女だ山形県と秋田県すぐだもん水上までもう1時間いるのなんまだ今日医者寄っていけねえんだな本当にまあ本当嫌な商売したよ俺もまあだけどおかしいもんだな山形県人とこの秋田県人ってのは本当に、ね、似てるんだどこに似てるかって顔が悪いとこなもう少し俺秋田県っていうのはここほら水がいいから美人が多いかなと思ったら三原津だもんまずびっくりしたよ本当にちゃんいつきおかみだもんなこれこの間見てみろ東宮六軒で産婦人科の学会があったんだ嘘じゃねえバカ学系やこのなんかちょっと嘘だったんとか言ってるどうだ仙台であったんだあ真ん中のバンちゃんまず喜んでる泣いてんだか笑ってんだか分かんねえなバンちゃんまず女の人がね喜んで涙垂らせないよ医学的に年取った証拠だからもう喜んで涙流してるとか下からしょんべん漏らしてるからこれは更年期の始まりなんだからこの間見てみろ人間はなんでセックスをするのでしょうかこんな問題やってんだぞこんな問題よだから日本の婦人科というものは発展性がないんだはっきり申し上げて発展性が私の結論から言わせれば一つだよなんで人間はセックスするのか気持ちいいからするんだべよあ何母ちゃん真面目な顔で言うんだよやること散々やってんだからだからいいか我々男というのは一番勝手なんだじゃあどこの男が一番勝手かユーザーの男が一番勝手なんだよなんで勝手に、これは自分の加賀が整理上がるまだやってんねまだやってんねやらしときなさいよく放送したねこれランマンの勝手の録音そうですよボスになったやつじゃなくていやいやいやラジオやつでね、秋田県の湯沢というねランマンの、ま、工場があるところですね番組でしたねいやもうでももう彼がやると場内はもう、涙流して笑うかその後で出られませんねあ出られませんねどんな方でもあとはモンキー3ペンぐらいなもんだ食いつけないよ、まあ、やっぱりあの医学部にもね日大の席を入れて、うんね、ですからいろいろと医学用語なんか入れてそうねさも本当らしくもっともらしく言ってるからねでもあの兄弟とかねあの親はそうですよ、ねえ宮尾さんの方はやはりオーソドックスな正統派ですね。そうですね。どっちかというとその司会者の味が混じってますけどね。仕事上でね。こう見るといろいろとあれですね。あの漫談でもいろいろとあるもんですね。だから別に枠がないから何でも漫談っていうことは言えなくはないよね。今度はあの牧伸二さんと六万三馬雄さんのですね。おやおや。二大名人の漫談を。現代に生きる。今は亡き二人の。まず牧伸二さんからこの間あの漫談コンサートね終わりになりました、はい、その録音ちょっと楽しみ方にいたしましょうか「あ緑の風もさらうあなたが何気持ちいいな最低限ってなよえだけどそろそろ道行かなくちゃいけないんじゃないかお前え江ノ島行くのもちょっと道が極みだろこれあそこでウクレレ弾いてるやつがいるぞお前まさかハワイじゃねえだろうなお前大げさだバカやな子供がいたぼやあのぼやあの江ノ島行くのどっち行ったらいいんだい礼儀知らないからね乗っかったまんま道行くんですよ。江ノ島行くんですか？
ますからね。あの声どん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 で松林がありますからね。また三島田なんかまた三島がどん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 来てないから江ノ島に行きますよ。行っちゃったんですこれが20年前若かったね。今これやってイギリスなんだから次のネタ振るんで休まんし暴走族もそうですよね。昔今にも変わんないけどね、一回神奈川でね白バイが取り締まって抜いたときすごいね。白バイってのもね、おめえらいい加減しろおめえら、夜中にバヤ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 何時でもすらんって走んじゃねえよバカお前。夜中だよ、もう気をつけろお前。いや狙わねえじゃねえか、取り締まるのも大変なんだからバカお前な。まあそういう俺も元暴走族だったんだけど今コロリカで白バイに乗っかってこうやって取り締まってんだからお前ら協力しろよ。何言ってるバカ、俺だって去年まで白バイ乗ってたんだから面白いね警察官もとにかく僕のデビュー当時はそういった学生のネタが非常に多かったですね。例えば試験の場面でもね、その1年間の祝祭日を書き入れろ、4月29日が分かんないの大勢いたんですね。4月29日分かんないのかよ、天井節天井節って何か日本で一番最初に人形ができた日だ、ね、今でも使えそうだね、まあ、これが昔の僕がやっていたウクレレ漫談なんですけども、漫談にもいろんなねスタイルがあるんですよね、まあ、一番だけど我々の材料になるのは何といっても子供なんですね。子供見てると絶対にもうタネには尽きないんですね。本当に楽しいですよ。おじさん好きな変わったのが芸人でしょ。おじさん俺ノーパン喫茶って知ってるよ。お前いくつだ。5つだよ。本当に知ってるか知ってるよ。ノーパン喫茶っつうのはよ女の子はよノーパン履いてんだろ。一瞬でも大人をドキッとする。あいさん、天国と地獄って話してる。どんなんだ、落ち着いていようか、うん、あの世、うん、それからもう終わっちゃったよ、なるくねえな。天国と地獄だろ、だからあの世こういう会話なんですよ。今タンポカーが曲がり風で落とし物したんだけど、わかる砂利か、残念、スピード戦艦ヤマトは何でできてんだ。鉄、違います、チリ。何チリ、チリも積もればやなくなる。どっから教わっていくんですか、ね、ちょっとあの放送用じゃないんでね、録音がちょっとそうですね、音がちょっと悪いですね。ですから、ちょっと雰囲気とちょっと違いますけどね、申し訳ございません。ジャンジャンっていうのは、ね、100人ぐらい120-130人、ね、でも逆に言えば一番やりやすい小屋じゃないの。そうですね、だからああいうとこで本当は漫談やったの僕も初めてらしいんだけどね、1時間半ずっと話しっぱなし。そう1時間半笑わしていくってのは大変疲れますね。やる方も疲れる、見る方も疲れると思うんだけどね。お客さんの顔は明るいよ、あのちょっと落としてやるわけ、落として、うん、ちょっと寄せとは全然違う雰囲気になっちゃう。今度はまむしさんの番です、ね、これ聞きますかこれそれは結構このラジオ聞いてる人の体は丈夫だよまむしさんの辻漫談というんですかね、朝の番組ミュージックプレゼントの放送が終わった後、嫌がるお客さん無理に止めときましてですねババをですそうお客さんの、ね対象にいたしましての一席お願いいたしました。隊長隊長やってたよ、くも後にバルタン選手が出ましたなんてやってた。だからね、イヨシさん、イヨシさんって言ってくれるわけ。ね、イヨシさん。うちの奥さんも僕のことイヨシさん。当たり前で、マムシさんとは言わないよ。ね、イヨシさん。ね、イヨシさんと一緒にね、あの、カツ丼食ったよねって言うんだよね。カツ丼ね、またあのカツ丼ね、あの、思ってもらいたいな、食いたいなっていうの。俺ね、カツ丼を、ね、一緒に食って思い出はなかった。その浅草かなんかで僕は思ってあげたらしいね。僕はカツ丼ないとこあるから思ってあげる。それを覚えてるんですよ。そんなことをね、もう、自分がね、病に伏してるとね、そのカツ丼を食ったっていうことがものすごく思い出すんだね。そう思うとね、あ、俺たちはね、好きな時にカツ丼も食える、ね、そこの焼きそばも食える、それからね、好きな時にね、風呂に入ることもできる、あ、健康というのは幸せだなってつくづく思いますね。で、健康に気がつかないというのはね、自分が健康だから気がつかない。ね、で、病んでみたりね、倒れてみたらわかるよ。ね、
だからここへ来る人はまだまだ幸せだと思ってくださいね。うちでもっと寝てる人もたくさんいますからね。だから年寄りが来たらね、年寄りだったら体弱ってくるよ。そりゃ80になりね、ね、年を取ってくりゃ、俺だって年を取ってくりゃ弱ってくるでよ。だそんな時にね、心の中でほら寂しくならないようにみんなが元気づけてあげてる。それは元気な人の務めですからね。だから一つ皆さん方もね、年寄りがいたら声かけるなりね、肩叩くなりしてあげてください。でも年寄りってのはね、嬉しがる。それでね、で年寄りってのは、ね、役に立つの。なかなか知恵があるしね、ね、浴衣の縫い方一つも知ってるね、キラズの作り方一つ知ってる、いろんなこと知ってますからね。年寄り声かけてあげる。年寄りってのは意外に小金を持ってますから、小金を懐に入れてしょっちゅう歩いてるから。だから肩を叩きながら仲良くなってね、懐ちょっとそれ抜き取るとかなんか11秒怪我一生、車に飛び込め。いや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 、なんか ずいぶん真面目ですもんね。なんか人情話みたいな。そうそう、ネズミ穴ってでしょこれいや、島田ディレクターはね、うん、もうみんなお客さん笑うとこあるんだけども、ね、マムシさんの全然別なね、麺のところちょっと出してみよう、ね、意図的にね。それで普段からやってる放送なんだけど、一番硬いところです。あれね、ラジオとが放送で、うん、スーパーマーケットで放送が終わった後でやるやつだから、ラジオ聞いてる人は聞いたことがないというやつで、うん、でも終わった後にこれやってるわけ、うん、偉いですね。偉いもんですよね。それであれですよ、皆さんからチャリティーの募金集めてね、うん、で我々山分けして家を建てて大変なもんですよ。ところでマムシさんね、大沢さんがまた漫談うまいんだよね。これがね、いや今アナウンサーでも何でもやるんだよね。アナウンサーでも何だよたまにニュースも読むしね。ニュースも読むな、間違わないねこれが最近読ましてない、信憑性がないって読ましてない。いやでも本当これだね、ランマンのね、あの漫談聞いた時に、あれこれ大変なライバルがあるだと思って、ね、いや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 、いや本当にまた、ね、あの社員だから強いですよ、うん、ねえ。じゃあ漫談もどきってやつね、はい、ちょっとお恥ずかしながらね、はい、やっぱり好きじゃなきゃダメですね、アナウンサー。で僕は小学校の時からアナウンサーになりたかった。ですから筆箱立ててマイク代わりに喋ったんですよ。でみんな教科書なんか開いてね、ちゃいたちゃいた酒だがちゃいたなんてみんな読むでしょ。僕はそんなバカバカしい読み方しなかった。咲いた咲いた桜が咲いたの先生の方が、お前真面目に読めよお前、子供らしく読んだどうかよお前、やだよお前アナウンサーみたいな読み方してる。咲いた咲いただからこういう感じですね。で古い話になりますが、オリンピックの中継、フィンランドでね、日本が初めて戦後参加許されまして、ヘルシンキのオリンピックで、石井昭和選手だけがこうレスリングで日の丸上げた時ですね。あれを当時テレビのない時代ですからね、聞いておりましてね、ラジオで、あれで僕アナウンサーになろうと本当に決心したんですね。すごいよ、ちょっと顔見ないで前の方に。なんでわかんない。でこれ聞いてやっぱりアナウンサーになると思ったですね。でまあそのまますんなりと、随分 NHK からも契約金詰まればんだけど、結局向こうは5000万だ、僕は嫌だって6000万だっていうことで、結局折り合いつかないで TBS 入りましたけどね。でアナウンサーになってまず何やるか、一番最初の仕事が時刻告知ってやつね、ケチケチケ何時何分ですっていう、あれをまず言うんですね。でもあれもね、慣れてないとなかなか言えないもんですよ。こう緊張しますでしょ、自分のあっていうとこ、まあ相手打たなくていいですよ。あいいんですけど、はい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 言ってくれてありがたいんですけど、なんか忘れたよ。慣れてないもんだから、だから夢見んですよね、時計の夢みたいです。時計の針が逆になる夢みたいなんかしないしね、全く何もない針がないパイパンの夢みたいなんかするんですね、時計が。でその後天気予報ですね。まあこれは大変生活に密着していますけども、東京地方今日は、北または北東の風、晴れたり曇ったり、夜は踏んだり蹴ったりでしょうね。夜半には夫婦が強くなりますので、お子さんは早めにお休みください。なんて言ったの今から言ったやつ、本当恥ずかしい。いやいや大変なもんですよ。やはりあれですか、マキさん、僕もちょっとやってみて、間が難しいっていう。そうですね、だから間が取れるようになればね、これはもう締めたもんですね。要するに早く喋ればテンポが上がるっていうんじゃなくて、の中身の濃いの間を持って喋るとね、すごく一番聞きやすいしね。なるほどね。マキさんなんかは漫談の素晴らしさみたいなものは、そうね、やっぱり
漫談は世につれ、要は漫談につれというか、その時代時代が出るでしょ。ねえ、そういう点でもやっぱり即時性があって、落語にないものがあるし、それから自分の言葉を、自分の内容を、自分のね、あの表現力で喋れるという、この素晴らしさがあるでしょう。その伝承芸にないっていうかね、その型がないんだから。それからどこにでも転がってるのよね、漫談のネタっていうのはね。漫談ってやっぱ間口が広くてね、そして響きも広いね。これはだから和芸という意味ではね、誰もアナウンサーもそうやってまあ勉強しなきゃいけませんしね、素人の方と随分上手くなっている方大勢ねいらっしゃるから、そうますますですね、楽しいお話をこれからも頑張っていただいて、はい、自分の口調でね、あの自分のことを喋るっていうことはね、大変なセンスですよ。まあ今晩あのご紹介した以外にもいろんな方がね大勢やってらっしゃるんですけどね、時間の関係で、まあ割愛させていただきましたけども、またの機会ということですね。今日はその漫談特集パート2ということで、牧真二さんと毒蝮三太さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ごちそうさまでした。また何を一つでも多く歌を歌ってみましょう。美酒爛漫、気ままに流す感じでいいと思います。お酒を飲んで酔い心地がふわっと体を巡った後、ごく自然に歌が飛び出していく、そんな雰囲気が歌い始めると朗らかな光を連れてくるのです。うまく歌おうなんて思わなくていい。下手でも自分しか歌えない歌であり、歌うことが苦手ではなくなります。歌を口ずさみましょう。一つでも多く、家族と友達と。歌と笑いが好きなのは美酒爛漫も同じです。赤尾バットのホームラン話も、呼び出しさんの横綱話も、語り継がれる人生だから、いい話で酒を汲む。酒は主人、いい酒ゆっくり美酒爛漫。お送りしてまいりましたラジオ寄席、今夜も満席。来週は三笑亭無楽さんをゲストにお迎えいたしまして、三笑亭歌楽さんの特集をお送りする予定でございます。どうぞお楽しみに。この番組は秋田の酒美酒爛漫の提供でお送りいたしました。テレフォン身の上相談からのお知らせです。テレフォン身の上相談では今月いっぱい、家庭内暴力をはじめ子供を持つ親の悩み事についての相談と、二十歳前後の若者の青春の悩み事の相談を受け付けております。受付時間は6月30日までの月曜から金曜午前9時から午前11時まで、東京03582-1111番。受付時間は6月30日までの月曜から金曜午前9時から午前11時まで、東京03582-1111番へお電話をどうぞ。